今日はメッセージもたくさん来ていたんですけれども、はい、あのとてもじゃないけど話が弾みすぎて、そうもうなんかやっぱピアニスト2人集まるともう止まんないですよね。そうなんですよ。でメッセージをやっぱりちゃんとお届けしたいなと思って、今日はじゃあアフタートークメッセージコーナーということで、よろしくお願いします。しのぶさん、こんにちは。大井さんがゲスト出演なんてすごく嬉しいです。ツアー開催おめでとうございます。私は今回7公演行く予定ですが、素晴らしい。ありがとうございます。ここに注目してほしい、ここだけは絶対見逃してほしくない、または聞き逃してほしくないというところがあればぜひ教えてください。そうですね、もう私がねもう出てきてから最後帰るまではもう全部注目していただきたいんですが、中でも最初即興するんですよ今回。そのホールで最初の1曲を即興するので、それはやっぱり全部違うから、おーすごい、ぜひそこ注目していただければと思います。あ、じゃあ7公演行ったら、そう7種類、うわ素敵、はい、人より7倍美味しい感じです ね、 さんね。ありがとうございます。あの7公演、いやありがとうございます。全公演何公演あるんですか。全公演ね16っすね。あ、もうじゃあよろしければあと残りも全部。ノアンさん、はい、はい、大竹さんのピアノが大好きで、ツアーが始まり7月に関西来ていただけるのとても楽しみにしています。兵庫や大阪いろいろな地方へ行かれると思いますが、食べたいものや楽しみにしていることなどありますか。よかったら教えてください。これやっぱりあのピアニストに関わらず、そのもうみんなミュージシャンそうだと思うんだけど、はい、ご当地の食べ物食べたい食べたい食べたい。おう、でもね中に全然興味ない人もいるんですよ。あ、いるんですか。いるんですよ。あちこちの美味しいものあるのに全部コンビニで終わる人とかいるんですよ。あ、でもねいたわ、いました。毎回コンビニで同じナポリタン買う人いました。そういうのやっぱルーティーンなんだね、それもね。あ、それもルーティーン、ルーティーンだね。兵庫とか大阪だと何が食べたい？いや大阪やっぱね、大阪焼き？違います？たこ焼き、たこ焼きですよね。ごめんなさい、本当に今なんか叩かれそうでしもう皆さん教えてください。今のところちょっとテロップでいじって大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。いやでもたこ焼きはね本当におすすめのお店ちょっと何軒かあるので、ぜひ教えて、はい、よろしくお願いします。後でちょっとお伝えいたします。はい、なんか行きたくなるお店とかっていうのがもうある地域とかもあるんですか。やっぱりその何回も行ってるところ、はい、例えば札幌だったら塩ジンギスカン、普通のジンギスカンじゃなくて塩なんですよ。塩、そうで、そこ行くともすごいもうなんか信じられない、そのなんかもうサウナかって思うぐらい煙いんですけど真っ白でだけど美味しいんですよ、ね、全然見えない先、全然避けない。あとは例えば福岡だったらやっぱり屋台とかね。あ、うん、大井さんが屋台、博多ラーメン大好きすぎて、はい、ほぼ行きましたよ有名なところ、でも夢があって、はい、その博多ラーメンの店で、あ、ピアニストの大井さんですねって言われて色紙を書くのが夢なんですよ。そのために頑張ってる。すごいよ、皆さん皆さん聞きました。店長さんもし、はい、博多であったらよろしくお願いします。ラジオネームヨシさん、家事のお供に、常にラジオを携えているラジオファンです。テレビ見ると手が止まっちゃうからね。ラジオファンとしては大井さんのラジオ出演嬉しいです。リビルドを引っ提げて全国ツアー同様どんどんラジオ出てほしいな。リビルドの注目はやはりカルテットとのコラボですよね。ピアノソロが素敵なのはもちろんですが、合奏好きにはコラボたまらなかったです。大井さんの広い人脈を生かしてコラボも進めてファンの音楽フィールドを広げてくださるのを期待しています。今年はオケとの共演あるのかな。この何ですか、このよくできた文章。もう完全にね、もうなんか気を転結があって、そしてもう我々がちょっと漏れかけてたかもしれない、うん、アルバムの宣伝をがっつりしてくださってます。ね、もうありがとうございます。ね、
いやでもラジオ楽しいですね。いやもうねこれ多分あと何時間も行っちゃいそうになりますから、ね、これ分かる、もう何時間でも行けるって分かりました、ね、いや分かります本当に、うん、一人だとやっぱ大変だけど、はい、こうやって同じ業種っていうんですか、はいはい、同じ人と話すともうこれは面白い、止まらないですよ、止まらないこれは、だやっぱり普段ピアニスト同士って独立してやってることが多いので、そうなんですよ、なんかちょっとこれ聞きたいな、あれ聞きたいなって思った時にも、いやでも今忙しいだろうからなとかで、うん、やっぱり遠慮して聞けなくてモヤモヤしてることがこう合うと、もうみんな付き合い悪いんですよピアニストは、音楽時代か音楽音大時代からやっぱり皆さんもう忙しくて、あのピアニストのピアノ専攻の方は、うん、練習室にこもってるイメージがすごいんですよ。そうだってね、まあ、僕たちピアニスト、はい、やっぱ音数多くてですね、そうですね音が多いし、あと伴奏もたくさん受け持ってるから、はい、やっぱりそうすると結局レッスンの数も多いし、はい、となるとなかなかみんなで遊べない、うん、あ確かに、そうもう基本的には授業を受けてるかレッスン受けてるか間の時間は全部練習室で、自分の練習か伴奏みたいな、確かにねこれからねそこをね生き抜いてきた仲間たちでこうやってたまに集まってね、うん、話せるとすごい楽しいですよね。いや本当にいやちゃんとこうやってお話できるのが初めてだったんですけど、なんか全然そんな感じがしない、そう全然しなかったね、あの、うん、実は同い年、えそれ言って大丈夫、言って大丈夫、あ本当に実は同い年だ、そうなんですよ、ね、びっくりですね、左利きっていう共通もねあったんで、サウスポー同士、ね、朝ピカ多いか、まあ、グレン・グールドかなかなかいないんですよね、そうですね、みんななんか右手のね右利きの方が多いので、あします。左利きあるある今度やりましょう。やりましょう。ね、もういろいろありますよ。ペンとかハサミとかいろいろあります。改札こうだもんね。あ、わかります、ね。そうです。こうやってこう。そうそうそう。なんでそうなんのって言われてもそれが一番自然なんです。ロミリンさん。はい。大井さんの演奏を聴いたのは5月のスタンドアップクラシックピアニズムでした。4曲弾かれたのですが、音色が素敵でうっとり酔いしれました。感動いたしました。そして何よりもかっこいいです。いや、わかります。はい。ピアノ貴公子のゆえんがわかりました。あら、ありがとうございます。その時もピアノが4台ありましたが、好きなピアノのメーカーはありますか？そうですね。ピアノのメーカー難しいな。全部違うんですよね。違いますね。そう。この前ね、はい、あのすごくお世話になってる調理師の方がいらっしゃって、はい、その方の工房にお邪魔したんですよ、はい、さあいろんな楽器があって、その中にちょっとねヴィンテージのピアノがあったの、はい、なんか見たことないなと思ってパカって開けたらアポロって書いてあったんですよ。アポロ、ご存知ですか？いや私多分見たことないです。いや僕も知らなくて、はい、アポロってどんな響きするんだと思ったら、はい、また全然違うんですよね。そうだからやっぱりまだまだ知らないことばっかだなみたいな。そうですね、まあ、日本で触れられるようなメーカーは有名どころだと思うんですけど、その国に行かなきゃないピアノとか、ね、あると思うので、うん、またね世界飛び回りたいですね。いや飛び回りたい ね、 ね。ラボネームルミコさん、あラボネームってあのさっきおっしゃってた、あピアノラボってサロンやってまして、はい、ピアノラボなのでその中のメンバーはラボメンっていう、はい、はい、なんかシュタインズゲートみたいな。そう、あ好きです。大好きです、はい、その話は次回次回ぜひラボ面で、ラボ面の私はなんかラボだから研究所じゃない、はい、なんか室長って言われていて、はい、ただなんか聞くところによるとなんか総長って言われてもう レディース総長みたいって言われたところが、アサピ総長って言われて。大井さんはバロックがお好きですが、どのような作曲家の曲がお好きなんですかって。そうですね、バロックの中だと僕はラモーが好きですね。はい、私一回聞いたことないです、うん、なかなかあの一応クラウザンって言って昔のピアノのために作られた曲集があって、はい、すごくいいんですよ、はい、で僕その友達のアレキサンダー太郎ってフランス人のピアニストがいて、はい、で彼が結構そのアルバムを出してて、はい、でそれで一気にハマってしまって、そうぜひ弾いてみて。あ、楽譜ありますよ。もちろんもちろん、うん、じゃあちょっとトライしてみたいと思います。ぜひ、はい、はい、そうなんか私は大井さんのなんかピアノをやっぱりお聞きした時に
なんかそのすごいキラキラしたところもあるんですけど、すごい音の陰影がすごくくっきりしてるっていうか、奥行きがすごいあるなって。でなんかその影の部分っていうところをすごく細かく描かれる方だなっていう印象をすごい受けたんです。嬉しいですねそうなんですよ、結構ねあのネクラなんで、なんか昔からそういうなんかちょっと暗い曲とか結構好きなんですよ。ちょっとグッと一人で来るみたいな。そうなんですね。いや暗いイメージ全くないですけど、ね、あとはまあほら鍵盤男子でずっともう元気ですので、はい、ドーバーやってたので、まあ、性はねちょっと一人では性をやるみたいな、はい、そのちょっとギャップも一人で楽しんでるみたいな。いやでもなんかその両方知ってるからこそ両方きちんと描ける音っていう感じがやっぱりするんですね。どっちかだけだとすごい平面的っていうか、ね、でも本当にそれは日々ね、うん、僕ももちろんまだまだ全然足りないの、はい、もっともっとやっぱピアノはね、はい、一生勉強ですね。本当に本当にもう、作曲も本当に作っても作ってもなんか 100% は多分死ぬまで出てこないと思うので、なんかさそのアサピはその対局とかは作らないですか、そのなんか組曲みたいな。あ作りたいんですよね、うん、作ってみたいんですよ。将来の夢はピアコン作りたいんですよ。かっこいい。作りたいんですよ本当に、うん、もうそれはずっと野望はあるんですけど、今作ってもやっぱりなかなかできないからね、そうなんです。でも作っとくのはいいかもしれないですね。ねえ本当に、うん、そのためにやっぱり作曲専攻に行こうと思ったんで、なんでちょっと野望その1ピアコン作るっていうところで素晴らしい頑張りと思います。ねえそうなんだ。やっぱりコンポーザーピアニストっていうのは僕の中でパーフェクトヒューマンなんですよ。でも作曲されるの？いやもうあのコピアニストですよ。コンポーザーってコピアニストなんで。いやもうコンポーザーピアニストってかけて弾けるっていうのはどんな気持ちなんだろうと思っちゃう。で今そういうなんて昔は分業制でピアニストはもうピアニスト、はい、コンポーザーはコンポーザーだったじゃないですか。はい、でも今どんどんそのね垣根が取り払われていて。はいはい、いいことですよね。いやもうなんかどんどんなんかそこがね、あのもっと行き来が自由になれば、そう、うん、表現ももっとあの二刀流じゃないけど、はい、大谷翔平がどんどん出てくるみたいなね、うんうん、本当にそういう人がどんどん増えてる気がするんでそう頑張りたいと思います。私もうアサピにはそれをそうちょっと引っ張っていただいていやいや、はい、室長も室長頑張りますからついてきますいやでも本当にまたぜひよろしくお願いします。はい、こちらこそお互い頑張りましょう。頑張りましょう、ね、ありがとうございました、はい、みんなおいさんのライブ行ってねありがとう。そして CD もぜひゲットしてね。よろしくお願いします